地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は福岡県中間市の保育園で発生した5歳児バス置き去り事故について見ていきたいと思います。2021年7月29日に福岡県中間市の私立保育園で事件が発生しました。午前8時35分頃、保育園の送迎バスは園児を乗せて園に到着しました。当日、送迎バスは保育園の園長が一人で運行しており、園長は他の園児を降ろした後、バス内に当時5歳の園児がまだ残されているのに気がつかないままバスを施錠しました。帰宅時間になり、バスの乗降場所に母親が迎えに行ったところ、子供の姿が見えなかったため、うちの子はどこですかと尋ねたところ、朝の迎えのバスとは違う帰宅のバスを運行していた園の職員は、今日は来ていませんよと回答しました。この時点でようやくその園児がいないことを保育園側は認識したようです。なお、翌30日の時点で園長は警察の取り調べに対して、被害者園児を乗せた認識はあると話しています。園長は乗せた認識はあるが降りたと思っていた、確認したわけではないと説明していました。つまり園長は登園バスに乗り込んだのを認識していたにもかかわらず、その後園内に被害者園児の姿が見当たらないことに気がつかなかったそうです。その後、園児が発見されたのは同日17時15分頃でした。バス内で倒れた状態で発見され、その後搬送先の病院で熱中症による死亡が確認されました。園児は7月29日、送迎バスが園に到着した午前8時35分頃から車内に取り残され、午後5時15分頃に発見された。死亡推定時刻は午後1時頃と見られています。つまり熱中症で死亡した園児は約9時間にわたって登園バス内に閉じ込められた状態だったことになります。その後の警察の調査では、事故当日のバス内の温度は50度以上になっていたとみられるとも報告されています。当たり前の保育体制をとっている保育施設であれば、登園バスに園児を閉じ込める事故など考えられないようなことだと思いますが、その後の調査などで保育園側のずさんな保育体制が次々と発覚しており、園側の責任を追及する声が高まっています。まずこの登園バスを1年半以上にもわたって園長が一人で運行していたことが問題視されました。送迎バスに何人の保育士を配置すべきといった国の基準はないということですが、1歳から5歳という幼い子供を複数人乗せることが想定されるバスであれば、運転する人の他に少なくとも一人は子供らを見守る役目の大人が乗っていなければ、子供らが危険にさらされる可能性があるということです。さらに事故があった当日も、誰かが常に見守っているべき1歳児が4人もバスに乗っていたことなども判明しています。また保育園では保育士が不足し、こうした1歳などの幼い子供の面倒を年齢が上の他の子供が日常的に見ていた、被害者園児もよく幼い子供らの面倒を見ていたといった情報も出ているようです。そうした異常な状態でバスを運行していたばかりか、事故当日園長はバスの後列まで行って確認することもないまま、園児が全員降りたという思い込みの判断によってバスを施錠したということです。さらに保育園には登園バスに乗り込む際に園児の体調などを記録したカードを保護者側から受け取り、担任の保育士に引き継ぐルールがあったようなのですが、事故があった日は園長が担任にそのカードを引き継いでいなかったことなども判明しています。そして担任の保育士も独自の判断で姿の見えない被害者園児を欠席扱いにしています。本来のルールであれば、この時点で担任の保育士が欠席届の有無を電話か SNS で確認する決まりがあったようなのですが、それも担任の保育士は行っていなかったということです。通常の管理がされている保育施設であれば、欠席する届けが保護者から出ていないのに見当たらない園児がいた場合、必ず保護者に連絡して確認を取るはずですが、この保育園ではそうした当たり前のことも行われていなかったということになります。また行政に対しては気を使っていたためか、地域の有力者だからかは分かりませんが、園長と保育園について中間市役所や福岡県庁子育て支援課などからは悪い評判などは出ていないようです。しかしその一方で、この保育園に通う園児らの保護者や卒園児からは園長に対する悪い評判が多数出ているということで、
一部のメディアは園長による園児らに対する虐待的行為や職員や保護者に対してのパワハラ、モラハラ行為などを報じています。まず園長は今回の閉じ込め事故の以前から子ども嫌いを公言しており、あくまでも保育園は家業として継いだだけで子どもに対してとても厳しい態度で接していたと近隣住人語っていました。近隣住人によれば、この保育園に通っていた近所の子どもは園長に叩かれたことや倉庫に閉じ込められたことなどを話していたことがあったそうです。さらに別の保護者からは、園長が自分が嫌っている園児に対してパワハラまがいの嫌がらせ行為をしたという証言も出ています。他にも卒園生の証言として、園長に針で手の皮膚をほじくられた、熱したやかんを押し付けられた、物置に閉じ込められて、あんたみたいな子は生まれてきちゃいけないなどと言われたといった、にわかには信じがたい虐待的行為を園長が園児に対して行っていたそうです。また園長は園児に対する虐待行為の他にも保育士など職員に対してのパワハラ行為も行っていたと言われています。なんでそんな頭悪いんや、使えないと園長に皆の前で怒鳴られたという元保育士の証言や、そうした苛烈なパワハラ行為によって辞める職員が後を絶たず、この保育園では慢性的な職員不足に陥っていたとのことです。さらには今回の事故の被害者となった園児の母親も2020年頃までこの保育園の配膳スタッフとして勤務していたそうだが、園長に怒鳴られていたそうです。こういったことがあり、園長が何らかの問題のある人物だったという見方が強まっている状況です。今回の事故の被害者である園児の母親も、園長先生に嫌われないようにちゃんとしなきゃと話していたようです。被害者園児は園での様子を楽しそうに話してくれていたそうで、今日はスイカ取りに行ったよ、ひらがなかけたよなど、友達とも楽しく過ごしているようだったようです。しかしたびたび園長先生に嫌われないようにちゃんとしなきゃと口にするのは気になっており、本当は預けたくなかったが仕事があって仕方なかった、預けてしまった私のせいだと母親は涙ながらに自責の言葉を繰り返していました。まだわずか5歳だった子供が保育園の園長の顔色をうかがわなくてはならないという状況は異常だと言わざるを得ません。こうした情報も園長が日常的に園児たちに対する虐待的な行為を行っていたとの疑いを強めることへつながっています。こうした背景もあり、事故後に開かれた保護者に対する説明会では、保護者から園長がお仕置きなどと称して意図的に登園バス内に閉じ込めたのではないかと疑う声も上がりました。この事件に関して、送迎バスを一人で運転していた園長とバスから園児を降車させ保育園内に引率する役割だった保育士の2人が必要な注意を怠ったとして業務上過失致死の罪で在宅起訴されています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価もぜひお願いします。